どうも、バンです。さて、本日、民族党の方からまたしても告知、公表ということでですね。えー、結構、これ大きい話来ましたね。立場の高志氏らに対する損害賠償等の請求訴訟の提起について。えー、本日2023年12月26日です。夜です。えー、っとね、この 告知公表の日付も12月26日、本日ですね。で、えー、ざっくりちょっと何が、あのー、公表されたのかっていうのをですね、ちょっと解説していきます。あのー、公式ホームページの方はリンクを貼っておきます。で、非常に短いです、内容としては。立花市、相原市、それから立花隆市一人放送局を被告として、大津、 綾香さん率いる民作党がですね約3億5000万円の損害賠償請求をされます結構額でかいですよねでどういう理由かというとですね貸付金名目で流出しているぞ早かね返せということなんですけれども、えーとね、早かね返せというよりかはですねこれね もうあの、貸したという名目で、えー、もう、この三市にお金が流出しているというふうな主張を大塚さんが、民く党がしているということになりますね。でですね、もうちょっと突っ込んだ言い方しますと、これは、大塚彩さん、一杯にとってみたらですね、 立花隆仁へにどう言いたいのかというと、これは横領だという風に言いたいんだと思います。あの、バンティービーがね、横領だって言ってるわけですすいません。ちょっとここは星に走らせていただきます。あのね、そう言いたいんだと思いますね。金返せっていうレベルではないということなんですね。という風にバンティービーは分析します。 えー、ただ貸した金返せということだったら、損害賠償請求と、じゃなくて、えー、単なるね、貸金返還請求訴訟とか、まあそんな訴訟になろうかと思うんですけども、貸金返金請求訴訟じゃなくて、損害賠償と来たもんだ <laughs>。ということですね。で、えー、要するにですね、貸したまま帰ってきてない。 これもう要するに、行ったままでお金がもうそっち行ったままで、もうこれ、そのままなんちゃいまっかというようなね、主張ですね。で、やっぱりこれ、こんな訴訟をされるからに、やはり、えー、証拠がね、えー、まあ必要なわけで、えー、おそらくですけれども、大田山さんが、立花隆さん陣営からですね、10月ぐらいに、帳簿をね、一部ですけれども、えー、民族党の方に、 移動しました。まあ、それのうちの、どこかにですね、そういう証拠があったんではないかということでしょう。で、長文整理はまだまだ続くでしょうけれども、もうできるとこからね、訴訟していこうということなんだと思います。ただ、えー、ま、こういう訴訟をしたとしてもですね、立花さん側はおそらく、いや、返すよ、とか、 っていうふうに言って、それで終わりのような気もするんですけれども、もう、これね、あの、貸す、返さない、貸した、返さないっていうのはですね、まあ、いつも付きまとうことではあろうと思うんですけども、いや、返すよって言っておいて、結局、でも、いつまでたっても返さへんとかね。まあ、そういう乗られくらいということがあろうかと思うんですけども、やっぱり、お金っていうのはね、うん、貸すっていうのは、 やっぱりリスクのある行為なんじゃないかな、というふうには思いますね。ただ、今回ですね、これね、もともと、もともとですよ、民族党になってからお金をね、立花市、愛原市、一人放送局が借りたんじゃなくて、立花市、愛原市、一人放送局が、要するに、今年の3月以前の状態。つまり、NHK 党と立花市、愛原市、一人放送局が、 まあ、要するに、一心同体の時に、お手盛りのような感じで、内部的に貸し借りをやっていたと、言った時の話の状況が、今でも、チューブラリンで残っていて、それがですね、 もうそのままになっているという状況なんだというふうに思いますね。というのもですね、さっきのバン t v の動画でもね、えー、引用させてもらった令和3年度収支報告書ですね、NHK 党の。これを見たらですね、この一人放送局とのですね、お金のやり取りがですね、まあ、結構な大きい額が行ったり来たりしてるんですよね。で、 なぜ、こういう言ったり言ったりっていうのがですね、あるのかというと、まあ、これ、あの、言い方は非常に悪い言い方です。言い方は非常に悪い言い方ですけども、結局はですね、結局はですね、マネーロンダリングと言いますか、資金洗浄と言いますか、えー、政党助成金をそのようにしてですね、使い道を自由にするために、立花隆氏のとこに行ったり、愛原氏のとこに行ったり、一人放送局のとこに行ったり来たりしていると、言った、 実情があったんだと思います。で、その行ったり来たりしてる状況の途中で、大塚氏が代表になって、しかも離反、謀反したものですから、その状態のまま、この半年間、えー、半年も以上経ちますよね。その状態に来ている状況下において、何ら動きがないんで、大塚さん、これはまあ、損害賠償請求、 ですね。貸金返還請求っていうよりからも,もう、このくらい上手にね、出ておいていいんじゃないかなというふうには思いますね。ただね、あの、やっぱり、帳簿の原本とか、あとそれから、あの僕が言ったのは令和3年度、もう2年前のね、まあ、そういう状況のことを参考に取り出してるだけであって、あの、やっぱりね、エビデンスが、 ないです。バンティビーの発信する情報には。帳簿であったり、あとそれから、実際に、この立花市、相原市、一人放送局が、旧 NHK 等と交わしたね、借用書の原本とかが、やっぱりないと、何とも解説はできないんですけれども、まあ、現時点でわかる範囲の解説をさせていただくと、まあ、こういうことなんじゃないかな、というふうに思いますね。で この訴訟の結果がさてどうなるのかというとですね、バン TV の予測はですね、うーん、難しいなぁ。まあ、これかな。いや、返すよ、と言ってて、でも、いつまで経っても返さない。なんじゃないかな、というふうにね、思いますね。うん、本当にもう、泥沼。どうしたもんでしょうね。 はい本日以上ですではみんつくみんつくみん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 